代表より挨拶があります。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。いよいよ参議院に舞台を移して予算の審議が始まりました。この参議院の議論、衆議院の可決の時期との関係で年度内自然成立は見込まれているわけでありますけれども、しかし参議院は委員としてしっかり議論を尽くして内外の課題に応えていただきたいと、このように思います。そうした中で2020年東京オリンピック・パラリンピックも視野においてさまざまな施設整備等の課題もありますし、また国際的な法制度の整合性を持ってどう安心感を作り出していくか、こうした課題もあります。その中の一つとして受動喫煙の防止についての議論が行われつつあります。これは、まあ、かつての社会状況と比べると喫煙をめぐる国民の捉え方というのは大きく変わりつつあります。世界の状況も大きく変わりつつあります。そうした中でこの受動喫煙によって健康被害が生じるという因果関係が立証され、そしてまたこのタバコの煙というものが揮発的なものだけではなくてタールと固形物を含むというところからさまざまなその他の害も、健康以外の害も生じるということも明白になっております。国際社会の大多数の国がこうした特に先進国中心に自動喫煙の防止策を充実させている。特に過去のオリンピック開催地韓国、北京、あるいはロンドン等もそうしたことを機にこの国内法をきちんと整備をしてきている。そういう経過に鑑みたときに我が国においてもこの自動喫煙防止のきちんとした国際社会に通用するそうした仕組み法律というものを整備する必要があると、このように思います。受動喫煙による大多数の方国民が喫煙をしない、しかし受動喫煙の影響は被る、まあ、そういうことを政治が放置しておいてはならないと思います。これまでのこの慣習社会の状況から考えると喫煙をする人もいらっしゃるわけでありますから、そうした点で自分自身が喫煙をするというのは許されるとしても、この自動喫煙を招く中で喫煙が放置されるということはバランスが取れないという面もあるわけであります。最小限の適切な措置は必要でありますけれども、しかしそうした対策をしっかり睨んだ上でこの自動喫煙防止法を制定する必要があると、このように考えます。どうかその点でも党内でもしっかり議論を尽くして国民の理解を得て法整備に進んでまいりたいと思いますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。以上です。